皆さんこんにちは、キラキラ石のことエアチソです。はい、今日はですね、ちょっとパパもお休みなのでみんなでモールに行ってみたいと思います。シオン以外、そう、シオンはね、ちょっと今日夜ご飯作ってくれるから家で待ってて夜ご飯作ってくれるっていうんですごいラッキーみたいなで、今日はちょっとまあいろいろモールの中うろちょろして、もし買えたらことちゃんのお洋服もね、マジで1枚もないから、ほんとこれぐらいしかないんだよね、出かける時に着れるのが。そんな見ながらちょろちょろしてみたいと思います。その前に、そうな、私チャイルドシートをもらったから一回使ってみたいかと見せてみます。はい、こちらのですね、ハイフォールドという、新しいタイプのチャイルドシート、カーシートなんていうの、日本ではチャイルドシートか、車に取り付ける子供用のシートですね。こちらちょっと素晴らしいのをゲットいたしましたので、ちょっとお見せしたいと思います。これ畳んだ状態ですね。畳めるの、まずこんなちっちゃく4キロぐらいですね。大人が運ぶには全然重くないんですけど、でこれをちょっと今取り付けてみたいと思います。はい、取り付けたいと思います。でこれを今から開くんですけど、ものすごく簡単にできるからちょっと見ててくださいね。はい、パチンパチンするでしょ、パチンパチンするでしょ、カチンするでしょ、カチンするでしょ、カチンカチン、これで OK、 これで OK、 3秒でできた。なんかそうなんだ、例えば1回乗ったらこれ顔やるところに、なんか肩ね、肩ちょっとちっちゃいんだよ、見つかっちゃうんだけど、でもでもこうこの緑のレバーを上に上げて、このままシュッと上げれば、そば真ん中ぐらい、そば真ん中ぐらい、大きさを変えられますね。でこれ対象年齢は4歳以上で、150センチまでって書いてあったから、ちょうどことが今150センチなので、ことぐらいの大きさの子まで使えます。今一番でかいのプロテクティブで、全部きちんと足、腕のところ、頭のところ、これプロテクターがあるから、すっごく安全だなと思いますよね。で全部ここ見えますかね、ここ動くの、そう、広さも変えられるし、この頭の幅も今ちょうどいいから変えないけど広くなります、頭の幅もね。はい、座ってください。高さちょうどいいかな、いいね、肩よし、頭よし、ここよし。はい、まずは大人のシートベルトを普通に、はい、そこ止めて、パチンってして、でここをまず入れるじゃん。でですね、ここにですね、シークレットポケットがついてて、ここにこのシートベルトをさささっと入れて、そう、これ、そう、こう。でこれで、きつくしてね、きつくしてね、これでバッチリ。色はなんて赤、うんうん、グレーがあったの、そうそうそう、赤とグレーあったね、うん、ソーマはグレーにした、グレーにした、うん、かっこいいのにした。ここがなんかほら、ガンダムの操縦席みたいでかっこいいんだよね。こちらはですね、日本のアマゾンで購入可能なので、ぜひぜひ概要欄の方から見てください。ください、それではことちゃん呼んでレッツゴー、レッツゴー、ボールにレッツゴー。こんなこと言ってた。これやばいね。また日休み？何？レゲ？え？車ない？このモールにテスラの車を見に来たのに、前まで展示してたのよ。ここにテスラの車がさ、ただのオフィスになってます。なんだ、来るか分かんない。ダメだね。ただのオフィスだね。電気のやつあれだよ。いつも止まってるんだよ、ここに 2,3 台。ね、でもいつもって何年前の話って感じでしょ。ダメだ、ない。何屋さんなんだろうね。アマゾンだから、なんかいろんなものをちょっとずつ売ってる感じ。これ何、面白そうだね。これ自分で作れる。こういうの、前ちっちゃい頃こういうのかぶってたよ好きだったよね、ピンク
あ、コナちゃんのおもちゃだ。やってみたい、やってみよう。やってみようってすぐ買える値段じゃないの。それ何それ？足を入れて、足を、こうやって犬の足を入れて綺麗にしてくれるの。あ、嘘、うん、本当？足、本当？犬の足入れて何？いや、そう、YouTube でずっと見るから。中にお水入れるの？なんかこういう人間もできるよね、クーリーヘンドだったら。こうやったりして。嘘、うん、これ知ってる。毎日洗うの結構大変だけど、いや、買わないけど。で、アクセサリー系だね、電話の。ママ持ってる。あ、ママ持ってるやつだね。全く同じ？ロケテッチって書いてる。あ、本当だ、全く同じかも。値段もなんか同じような感じだった。そりゃそっか、Amazon で買ったんだもん、ママ。かわいい。何それ？任天堂のケース。ああ、かわいい。動物の森の？そう。いくら？20。へえ。あ、ここにもグラスある。$199って高っ。高いね。こっちはもっといいやつ。$249。本当だ。ちゃんとほら、レビューの星の数も書いてるんだ。すごいね。アマゾンじゃん、ここ。マジで、アマゾンの路面店っていうか。ザラはね、お店によって違うみたいね。さっきのアマゾンは何も書いてなくて、つけてない。お店の人もつけてなかった。ちょっとコスコに来ましたね。洗剤、あ、安くなってる。すごい重たい。ちょっと待って、すごい重たい、重たい。何これ、甘そうだね。これ見た目より強い、これ。コナちゃんにいいじゃん、コナちゃん。安いなと思ったけど。これパパ買いなよ、もうあのブロックすごいもううるさい、そうし嫌だよね、あれね。これこの間29度だった。あ、寒い。これ、これだった？これだったよ。これ29度だったのが35度になってる。シオンっていいねって言ってたやつ。走ってって滑った。コロナの？コロナ。ビデオ撮ってなかった。コロナだって。大丈夫？滑っちゃったよ、ここも。片蓋のところ、バチッと転んだの。わ、すごいね、これ。これ N クールはヒヤリと同じ布。本当にほら、クールって書いてるもんね。見て、これさ、ね、テンピュール。シーツだ、シーツ。あ、シーツ？うん、知らない。ママ、この辺じゃない。クールはヒヤリ。俺、この間のやつ、これだ。意外にダメだったやつね。結構高いの買ったのにね。破れたね。うん。お、見て。あ、そうそうそう、これ、これだったよね。パパ、もうさ、どうせすぐ破れるんだからさ、そんな高くなくていいと思うんだけど。これ、10ドルだよ、これ。これでいいんじゃない？これ、数字が。大きければ大きいほど、あの、キメが細かいので、肌触りがいい。そんなのどうでもいいじゃん。これ新しいの、中はさすがに。待って待って待って。マジ、そう、怖い。パパクイーンでしょ？これでいいじゃん。だからこれがさ、クイーンじゃないの。ないの、ないの、ないの、それはないの。これいいんじゃない？
いらない、いらない。シャブって書いてる。でも高いよね。ステーキより高いもんね。これ元気あるよ。これ元気あるよ。行っちゃったんだろう。はい、ここの上にお願いします。え、帰ったら夜ご飯があるから、シオンが上手に作れてたらできてるはず。失敗してたら夜ご飯なし。何にしたらいいの？じゃカップラーメン。やだ。今日はね、シオン初めてタイ料理を、タイ料理をね、作ってくれるの。予定ではですね、パッタイヌードル、チャーハン、あと生春巻きを作る予定なんですけど、3品もできるかちょっと怪しいよ、わかんないよね。